早慶逆転合格の哲学、メンタルがすごく肝心になってくるんで、過去問さえできれば変な話脳弁だっていいんだって。何が一番皆さんの受験メンタルを蝕んでいくかっていうとね、おはよう、始まりました、むちゃチャンネル。さあどうぞ。あ、平田ぜや、皆さんこんにちは、早稲田学塾代表の平田です。今ね、僕何をしてたかというと、皆さんちょっとこう机で見えないと思うんですが、今日は結構大事な回になるので、ぜひね、僕と同じ姿勢で受けていただきたい。僕この机の下こうなってます。今日だけはこの姿勢で受講してください。これ受講じゃない、受講だから。もきくん、ハンマ裕次郎式、2学期からの早慶逆転合格の哲学、そんな話をしていきたいと思います。ハンマ裕次郎といえば森哲くん、ご存知ですか？はい、知ってますよ。誰ですか？オーガ。オーガです。そう、今ね、ネットフリックスでも話題の地上最強の生物ですよ。僕には人生で3人の師匠がいるんですね。1人目は聖帝サウザー、2人目はこのハンマ裕次郎、で3人目は板野先生。まあ今ね、もうこの3人の師匠のうち2人はお亡くなりになってるんですけれども、亡くなってるよ。裕次郎はやっぱり地上最強の生物なだけあってね、やっぱりまあ最後まで生きてるんですよ。ということで、このね、地上最強の生物に倣って、皆さん受験って最後はメンタルなんで、勝利者のメンタルってものを身につけてほしいなと思う。で、やっぱこの逆転合格を可能にするのは、やっぱりメンタルがすごく肝心になってくるんで、このハンマ裕次郎の生き様、発言から紐解く、こう理想の逆転合格像っていうものをね、やっていきたいと思います。2学期頑張って最高の自分にして、力つけて、で1学期と夏休みとかね、頑張ってきたやつらをひっくり返して分からせてやりましょうよ。お前らの1学期2学期など取るに足らぬ錯覚の歴史だったと。はい、行きましょう。でまずですね、ハンマ裕次郎式早慶の逆転合格の哲学その1、強くなりたくば食らえ。もうこれです。どうした？わかるからさ、俺はもう。いや、なんかさ、どういう意味ですか？これは受験勉強に限らず、もう人生、これ何が人の人生を作り上げるのか、それはね、その人が人生で培ってきた経験なんですよ。その人が培ってきた経験でその人が作られるんです。でじゃあその経験って何なのかっていうと、その人がどれだけの壁を越えてきたかってことなんですよ。越えてきた壁、いわばどれだけの困難を食らってきたかで、その人の強さとかその人の価値みたいなものって決まってくるんですよ。受験勉強も一緒なんですよね。僕はいつも言ってます、過去問さえできれば変な話脳弁だっていいんだと。だけどまあそうはいかないから、まあみんなね、練習するんだよね。ただもう2学期も過ぎてきました。皆さん、過去問に挑戦して過去問で結果を出してください。すべての勉強は来年出てくる未来問で合格点叩き出すためじゃないですか、はい、でその可能性を上げるために僕たち勉強頑張ってるわけでしょ、じゃあその可能性ってどうやって高いと言えるの？それは過去問で成果を出してたら、去年受けてたら受かってたね、一昨年受けてたら受かってたね、その前受けてたら受かってたね、だからじゃあ来年も受かるかもねってなるじゃないですか。皆さん、強くなりたくば過去問で合格点を叩き出して、そして食らって、で来年の合格可能性を高めていってください。そのために合格点を過去問で取る、で取るために必要なことをやるっていうことをね、頑張ってほしいなという、これがね、まあ強くなりたくば食らえなんです。そうなんだ、うん、はい。で今過去問とかさ、そういう大きな話したかもしれないけど、でもそこで勝つためにはやっぱり毎日の小さな勝利を積み重ねることなんですよ。小さな勝利を積み重ねて来年大きな勝利をつかみ取る。君が食らってきたものの結果がその大きなものにつながるから、だから毎日の小さなものを食らって来年の2月大きなものを食らっていきましょうよ。ハンマ裕次郎も言ってます、たかだか1時間余りでカトンボを獅子に変える、勝利とはそういうものだ、勝って勝ち癖をつけてください。全然反応してこない。いやいや、それは知らん、そのセリフは知らん、どこか。ハンマ裕次郎式2学期からの早慶逆転合格の哲学その2、物知らぬ浅はかな者たちがあれこれと世話を焼きたがるだろう、毒にも薬にもならぬ駄菓子のごとき助言、一切聞く耳を持つな。これですよ。全然反応弱い。だってさ、助言してる人間が笑ってよ、聞く耳持つなってさ、どういうことだよ。意味わからんわ。だから俺何を言ってるかっていうとこれね、そこ説明してください。そうそうそう、理解できないんで。だから何かっていうと、信じる人、信じるものを決めろってことなの。はい、うん、これからね、2学期が進んでいくと、何が一番皆さんの受験メンタルを蝕んでいくかっていうとね、まず一つにはやっぱり結果が出ない自分自身だったりするんですよね。で二つ目に、親や先生が心配して自分にあれこれ言ってくるんですよ、はいはい、脂肪落としたらどうだどうだどうだって言ってくるんですよ、うん、さらに周りの友達は結果が出たりとかして、友達からアドバイス
バイスが来たりとか、さらにはね、指定校推薦で決まってるやつだとかの姿を見たりとか、いろんなね、不純物が自分を不安にさせていくんですよ。わかる。ね。だから、そういう物知らぬ浅はかな者たちがいろんなことを言ったり見せたりしてくるんですよ。だけど、一切聞く耳を持つなっていうのはそういうことなの。誰を信じるか何を信じるか。だから、それこそね、じゃあ、早稲郷のね、生徒だったら、僕だったりとかね、森田先生の授業とかを信じればいいし、武田塾の生徒だったら、武田塾の担任の先生とか、校舎長の先生とかを信じればいいし、ね。誰も彼もの助言を聞こうとすると、駄菓子みたいな人間になります。そう、はい、ね、信じるべきものをね、やっぱり決めるべきで、じゃあ何を信じるべきかっていうと、皆さんは何のために生きてるかっていうと、夢掴むために生きてるんですよ。自分の夢のために一緒になって戦ってくれる人の助言を聞くべきなんですよ。そういう上等な蜂蜜のようなね、そういった人たちの助言を聞くべきであって、駄菓子のごとき助言をしてくる、いらぬ世話を焼いてくる奴らの話を聞くなって。でもね、ついついそいつらの話を聞いちゃって、もうそいつらですね、俺から言わせたら、そいつらの話を聞いちゃって、自信を勝手に失っていって、で、なんか諦めていって、で、なんか本当だったらさ、こうなりたかった自分っていうのがあるのに、なんかいつの間にかふって、5年後、10年後振り返ったら、ああ、なんか30点、40点ぐらいの人生を俺、続けてきたな、みたいなことを言ってるうちに、ひょんなことから自分の人生終わって、自分の子供に期待しないといけなくなるような人生になるんですよ。違うからね。自分の子供に期待するにしても、まず自分の背中見せていかないといけないから。あの顔のようなね、鬼のような顔。そうそうそう、鬼の背中を見せ、それ俺使いたかったな。そう。そういう背中を見せていかないといけない。半間裕次郎もこう言ってます。未熟ではある。しかし貴様は間違ってない。間違ってないから、自信持って頑張りましょう。あのさ、俺一人で楽しんでるみたいになってるから。それでいいの。ほとんどの視聴者置いてくわけだから、だって。え、見てない。みんなついてきてるから。みんな見てないもん。半間裕次郎式、2学期からの早慶逆転合格への哲学、その3、毒も食らう、栄養も食らう、両方を共にうまいと感じ、血肉に変える同僚こそが食には寛容だ。どういうこと？で、昨今の飯っていうのは、添加物があったりとかね、防腐剤が入ったりとかね、総じて健康にいいとは言い難い。かといって、じゃあ栄養のあるものばかりを食う。これもね、不健全であると。毒も食らう、栄養も食らう。そのどちらもうまいと感じて。ここなんですよ、味噌は。自分の血肉に変える。いいものも悪いもの。それこそが食には寛容だっていうふうに言ってるんですよね。だから温室育ちじゃダメなんですよ、受験生は。皆さん、裕次郎がこう言ってるように、皆さんの身にこれからいろんないいこと悪いことが降りかかります。例えば先ほど申し上げたような過去問でね、いい結果が出たり、あんまり結果が出なかったり、親が励ましてくれたり、諦めたり、先生が励ましてくれたり、駄菓子のごとき助言をしてきたり、もう夢を諦めたくなるようなことがね、たくさんね、起こるんですよ。もちろんね、駄菓子のごとき助言をしてくる人たちも、みんなのことを心配して言ってくれてるんですよ。それはわかるんですよ。だから、リスク管理はしたっていいんですよ。それは僕は否定しない。だけどね、一番大事な夢に目をつむらせるようなことをしちゃダメだ。夢は目指す。リスク管理もする。だってさ、裕次郎だって防御するよ、各海王との時。攻めだけじゃないから。防御だってあっていいんですよ。受けたっていいから。だけど、夢だけは忘れない。いろんないいこと悪いことが起こる。でもその、いいことも悪いことも含めて、自分の受験生としての血肉にする度量を持ってください。じゃないと、何が起きるかっていうと、ちょっと過去問で悪い点が出た時とかに、うろたえて、もう諦めようかなってなっちゃうんですよ。過去問とかやってて、例えばだけど、じゃあ、2023年のね、早稲田商学部、英語の平均点むちゃくそ低かったです。英語で半分ぐらいしか取れなかったってなるとするじゃないですか。半分でだって結構取れてる方なんですよ。だけど半分しか取れなかった、うわ俺はなんてダメなんだってなっちゃう。だけどそういう時も血肉にしようっていう姿勢があったら、そういえば平先生が平均点も必ず見ろって言ってたな、見てみよう、うわ低っ、難しかったんだ、じゃあ自分まあいいとは言わないけど、でもまあまあだったんじゃないかっていうふうに冷静に自分の血肉にできるから。だからいいこと悪いこといちいち一喜一憂して浮かれたり落ち込んだりするんじゃなくって、冷静に見据えて、シャオリーですよ、シャオリーです、そうシャオリー、悪いことが起きてもね、攻めのシャオリーに転じてください。老いぼれのパンチじゃ、そう腹を据えてね、これからのね、2学期向かっていってくれたらば、3つの哲学で申し上げたように、強くなりたくば食らえ、もう過去問で成果を出していく。で、駄菓子のごとき助言にいちいち一切耳を貸さない。でも、リスク管理はしてあげよう。そして自分のことを考える人へ感謝ぐらいはしよう。そこはみんなは半間裕次郎じゃないので、ちょっとね、柔らかく当たってもいいと思います。いろんなことが起こる。毒も食らう。
栄養も食らう。その両方をうまいと感じ、斧が血肉と変えてください。そうやって心も体も強い受験生になると、あなたにはきっと来年の2月いい背中があるから、で5年後10年後もいい背中のある大人になるからということでございます。いやな、これ大丈夫なのか。再生回数は結構いくな。いかないだろ。再生回数は結構いくと思うぜ。一向に構わんってよくねえよ。一向に構え、一向に構うな。一向に構えちゃダメだ。はい、ということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。イケボウォッチン Thank you for let's 会を